田中康夫のだから言わんこっちゃないボリューム185、ちょっぴし真面目なお話汗パート1、今こそ住民行政議会で三位一体をびっくりマークと題してお届けをいたします。三位一体の利潤ということをヤシは昔から週刊スパで神なく井のガリバーというのを連鎖している頃から言ったんですね。多分まだ30代の頃からでございます。これは何かというと、作り手、売り手、買い手、あるいはまあレストランだったら作り手、お世話する教師手、食べ手、この人たちがですね、数字に換算できないですね、やっぱり皆、が同じ豊かさであったり幸せであったりですね、満ち足りた気持ちを持てるってことが大事でございまして、こういう三角形がですね、正三角形になってる必要があるんですね。なんかコンビニもですね、1社か2社に今やもう3社くらいになってきて、そうすると結果的に買い手、食べて、これは同時に社長も本来一人の消費者のはずなのにですね、その作り手は安い金額になっちゃって、なんか三角形がこの売り手のところが、売り手も現場の、オーナーの方は大変な過労死になっちゃうのが、ここだけいびつな三角形になってきてしまうということですね。三角形はなりばく、きれいな形である必要があります。で、私がこの申し上げているのは、その住民と行政と議会で、この点に関しましてですね、お正月明けの1月4日の東京新聞が、一面で、いわゆる都道府県の議会のですね、議員がいろんな審議会の委員も兼ねていると、これが延べ1243人だということで、お調べになったそうです。で、全国47都道府県ある中でですね、13議会は、審議会の委員を兼務するっていうのを原則禁止にしていると。ところが、東京都をはじめとしてあれだ。で、もう一個書いてあったのは、その長野県は知事が交代後、また復活しちゃったということで、ヤッシーにインタビューをしたいということで、ヤッシーは2000年に知事になりまして、2001年にですね、これやめようよって。というのは何かというと、議員の人は皆さんご存知のように、議会で質問だけじゃなくて意見をすることができますし、そして議員の人はですね、口利きなどというですね、なんか後ろめたい言葉とは違って、知事部局と呼ばれる行政の部局の人たちとも恒常的に話をしたり、いや、こういう住民の要望があるよと、住民の要望ってもじゃあ本当にそうなのかってことは職員が調べればいいことでございますから、恒常的にそういうことができるんですね。ところが審議会の委員にどうしてもなりたがります。国の場合にはですね、ご存知のようにですね、業界とか団体のですね、意向というものを反映したようなですね、建設族とか文教族とかですね、業界ってのは別に民間だけじゃなくて組合というのもそうなわけでございまして、で、こういう人たちが属議員になっていくわけですけども、地方議会の場合もですね、審議会の委員をやってるってことで職員から一目置かれるようになるんじゃないか、ヤシのインタビューが載っております。これは珍しく東京新聞ではですね、 URL をくっつけてホームページにアップしてましたので、こちらもリンクができるように、またこの記事も、PDF でご覧いただけるようにしますけれども、だから具体的な要望というのは知事部局に伝えることができるわけでございまして、よく私が知事になった時にですね、知事と議会は両輪だ、車の両輪だって言われたんです。で、その両輪なのに、お前は全然脱ダムとか福祉を良くするとか言って、公共事業も入札を透明化するとか言って、俺たちの回ってる車輪と方向が違うじゃねえかって言って、両輪にならないとかってよく言われたわけなんでございますね。でも別に今までこうやって走ってるように見えても、2つだけではない、野心が言ってるのは3味でございますから、住民にもいろんな意見はあるかもしれません。でも今までのような団体のご意見ばかりではない住民がいるんじゃないかということですよね。そこで都市計画審議会というような名称の審議会はですね、一応国が地方議員を、何人入れなさいみたいなことが法律で書いてあるので、これはできないと。でもそれ以外の県が作ってる審議会に関しては、基本的に議員の人は別の場で言う意見ができんだからということでお辞めいただいたんでございます。で、これがヤッシーが知事で亡くなった後も、あっという間に、元経済産業省出身のおじいちゃまが知事になられて、そしてその後、ヤッシーの下で副知事をやっていた、総務省出身の方が知事になられてですね、あっという間に復活をしてしまったということだ。で、ジャイアンツはその部分をどういうふうにしてたかというと、以前にも申し上げたように、プロ市民のような方をそこに入れてもしょうがないんでございますね。
で今までも例えば PTA とかなんとかとかですね、婦人会とか団体推薦だったんです。でそうするとこの方はやっぱりご自分の意見を言わない、主語というものがなくなってしまう。そこでですね、まあそれは面接をしても面接をする担当職員の感度にもよるわけでございますけど、一般の方を入れるようにしていったということですね。でこれはあの労働委員会というところに関してもですね、いわゆるですね有識者代表ってのとその組合労働者代表ってところも組合からしか推薦来ないのをそうでない形にしたっていう私は以前にいたしました。でそうするとですね、こういう意味でのよそ者の方がお入りになるとですね、それまでのまあ学識経験者とか、経済人と呼ばれるような方が今までは役所が出してきた内容の書類のもとでそれを結果的に追認する、そして多少不対意見がつくような具合だったということです。そうすると事業に関してもですね、もう時代の要請をすでに終わっているのに国の補助金があるからといって続いているような事業を追認するような形になっていってしまうということでは、私は審議会の意味がないんじゃないか。つまり選挙で選ばれる議会、あるいは選挙で選ばれる首長、またその首長が、の下で動いている、行政部局、それとは別の視点というのが審議会なんじゃないかということを思ったということなんでございますね。でただ一方では今にして野心も思いましたですね、議員になられる方々も別に議員で胸を反らしたいと思ってるだけじゃなくてですね、やっぱり地元のいろんな人の意見を反映させたいと思う方たくさんいらっしゃるんです。でこれは途中からだんだん分かってたんですけども、議会の方というのはまあ、議会の方が作る議員提案の条例ってのは理念条例なんですね。男女共同参画条例とか予算措置がないわけでございます。いや例えばヤッシーが木製ガードレールにしようっていう時にこの予算を減額することは議会の人はできます。減額すると別に支出が減るだけですから。でも例えばダムの予算が0円のところにダムを作るぞっていう予算を作ることはこれできないんですね。いやよっぽど職員がすごい協力してくれればともかくですけども、観光木設という毛細血管のようになったところで予算の体系の中でゼロである、つまり該当の予算がないところで予算を議会が作るってことはできません。ですから議会というのは、議会承認案件の人事案というものをですね、否決をしたり、あるいは予算を減額修正するということしかできないです。野手は今思うのはですね、例えば議員にまあ、それぞれ議員も地元の要望を言ってここに歩道を作ってくださいとかあるかもしれませんが、議員に私はやっぱり予算権があってもいいんじゃないのかと。議員一人当たり例えば仮にですよ1000万円、予算権を与える。でこれはまあ野手は地元のですねコモンズ支援金っていうのをやってたんですね。そのいろんな市町村に県からのお金だけじゃなくてですね、市町村長であったり、あるいはまあ市町村のいろんな NPO のプロの方もいらっしゃるかもだけど、そうじゃない普通の方々が、いやいやいつもここの綺麗な道路沿い国道沿いなんだけど花をずっと四季植えてんだよ、じゃあそれの種代くらい300まあ1000円とか1万円出してほしいなみたいな方々に予算をですね10万円とかでも上げるっていうコモンズ支援金っていうのをやってました。議員の方もやっぱり1000万円までは自分の枠っていうのがあって、その方が1000万円の予算は提出をしてあげる。もちろん議会の中でそれも話し合っていただく必要もあるかもしれません。そうするとその後にそれの使途はどうだったのか、あるいはその効果はどうだったのかという委員会を作れば、これこそがですね議会と首長とですね、そして市民というか国民がですね三位一体で良い仕事ができるようになってくるということなのでは私はないかと思っております。行政というのはですね、倒産あるかもしれないのに倒産や解雇がないと思ってますし、土木部の仕事をですね福祉部がやるわけもありません。あるいはですね、経済産業省の仕事をですね、厚生労働省がやるわけもない。みんな縦割りで随意契約みたいなもんなんですね。だからここにチェック機能とか切磋琢磨が働くなくなってしまう。今回の東京新聞で私が述べたことはですね、単に議員が審議会の委員になっちゃいけねえぞっていうヤッシーは二元論なのではなくてですね、そうではなくて議員の人も本当に議員である前に一人のそこの住民として税金を払ってる納税者としてこんなことをやろうよ、そしてそれに対してきちんとみんなの良い意味での鵜の目鷹の目ではないですね、前向きな形でのチェックが働いて議員もですね育っていくと、私はこういう地方自治というものにしないといけないなということを今回インタビューを受けて改めて感じたところです。